バッジパティ、ジョン・エドワード・バッジ、パティ、ジョン・エドワード・バッジ・パティ、1924年2月11日体はアメリカアーカンソー州フォートスミス出身の男子テニス選手。1950年の全仏選手権とウィンブルドン選手権で4大大会男子シングルスに連勝を達成した選手である。バッジ、バッジというニックネームは彼の兄弟につけられたもので、 お前は、てこでも動かないな負け者だ。英語、n o t b a t は、てこでも動かないの意味、否定文で使う、と言われたからだという。テニス文献では、本名の略称で、J.E.Pati、J.E.Pati と記載されることも多い。右利きの選手、ジョン・エドワード・パティは、アマチュアテニス選手として、九百四十七年から九百五十七年まで十年間世界ランキング十位以内を、 維持し、とりわけ赤土の全仏選手権で多くの好成績を出した。彼はテニスの歴史を通じて赤土の全仏選手権と芝生のウィンブルドン選手権を連続制覇した数少ない選手の一人であり、彼以後の男子選手では、トニー・トラバート、1955年とビオルンボル、1978年から1980年の二人だけである。ダブルスでは、 ヤロスラフ・ドロブニーやガードナー・ムロイとペアを組むことが多く、とりわけ、ドロブニーとはシングルスで数々の名勝負を繰り広げた。ムロイとはキャリアの後期にテニス史上に残る年長ペアを組んだ。パティはアーカンソー州フォートスミスに生まれ、少年期をカリフォルニア州ロサンゼルスで過ごした。第二次世界大戦中、彼はアメリカ陸軍の仕事でヨーロッパに勤務したが、 終戦後もヨーロッパで過ごすことにした。終戦直後の1946年全仏選手権でパティは同じアメリカのポーリーン・ベッツと混合ダブルスのペアを組み、ここで最初の4大大会タイトルを獲得した。パティとベッツは決勝でトム・ブラウンドロシー・バンディともにアメリカ組を7から5、9から7で破って優勝した。 1947年ウィンブルドン選手権と1948年全仏選手権でベスト4に入った後、パティは1949年全仏選手権で初の決勝進出を果たす。最初の決勝戦では大会前年優勝者のフランク・パーカーに3から6、6から1、1から6、4から6で敗れた。1950年にバッジパティは テニス経歴のハイライトを迎え、全仏選手権とウィンブルドン選手権で4、大大会シングルスに連勝を達成した。全仏選手権では、2年連続進出の決勝戦で、ヤロスラフ・ドロブニーを6から1、6から2、3から6、5から7、7から5で破って優勝する。続く、ウィンブルドン選手権で、パティは第5シードから決勝に進み、 オーストラリアのフランクセッチマンを6から1、8から10、6から2、6から3で倒した。こうして彼は赤土の全仏選手権と芝生のウィンブルドン選手権で連続制覇を成し遂げた。しかし1951年は両大会とも早期敗退を喫し、全仏選手権は4回戦、ウィンブルドン選手権は2回戦で敗れてしまった。1951年、 パティは男子テニス国別対抗戦、デビスカップでアメリカンゾーン決勝の対カナダ戦に起用されたが、彼の出敗出場はこの一度だけである。1953年のウィンブルドン選手権でバッジパティとヤロスラフ・ドロブニーは選手権史上に残る長時間試合を繰り広げた。試合時間は4時間20分、ゲームカウントは8から6、16から18。 3から6、8から6、12から10、総計93ゲームに上り、ドロブニーが勝利を収めた。試合が大詰めを迎える頃には、ウィンブルドンのセンターコートは、夕暮れで暗くなってた。試合終了後、選手権主催者のオールイングランドクラブは2人に、金のシガレットケースを贈呈した。それから、パティは、全仏選手権で1954年、 ウィンブルドン選手権で1954年と1955年に4強入りする。1957年、パティはガードナームロイとペアを組んで、ウィンブルドン選手権と全米選手権の男子ダブルス決勝に進出した。当時パティは33歳、ムロイは43歳で、2人合わせて76歳という年長ペアを組んだ。ウィンブルドンの男子ダブルスで、 ノーシードから決勝に勝ち上がった二人は、自分たちより、はるかに若いオーストラリアペアのニール・フレーザー、当時23歳トルー・ホード、当時22歳の組に8から10、6から4、6から4、6から4で勝った。こうして二人は、第一次世界大戦後のテニス四大,大大会で、最年長のダブルス優勝チームになった。続く、全米選手権でも、パティとロイは、 男子ダブルス決勝に勝ち進んだが、フレイザーとアシュレイ・クーパー、この組もオーストラリアに六から四、三から六、七から九、三から六で敗れ、2大会連続優勝はならなかった。この年まで、パティは、シングルスの世界ランキング10位以内を、意した。1960年に36歳で現役を、引退するまでの間、バッジパティは、アマチュアのテニストーナメントで通算。 76のシングルスタイトルを獲得した。全米選手権のシングルスでは、1951年、1953年、1957年のベスト8が自己最高成績で、全豪選手権には一度も出場しなかった。幼い時に、兄弟から、てこでも動かない意味の、バッジというニックネームを付けられたジョン・エドワード・パティは、こうして15年間の粘り強いテニス経歴を得た。 1977年に国際テニス殿堂入りを果たしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。